どうもおはようございます。10月5日朝6時の相場解説になります、えー。デイリーの方を見ておりますけども、どうも横ばいに入ったみたいですよね。ちょっと前から横ばいの毛があったんですけども、ここに来てですね、もうちょっと薄い横ばいに入ったと思います。こういうふうな感じですね。この間で見ていけばよろしいかと思います。はい。で、4時間の方を見ていきますが、4時間の方ではですね、あの、レンジの方が、 この間で設定はしたんですけども、再設定が必要になってきました。というのが、ちょっと下落が起きてですね、ここまでの水準がここで揃ったわけなんですよね。まあ、ですんで、新しいレンジのフェーズとしては、こういう風な形になるんではなかろうかと思います。だいたい144円ジャストあたりから、80ピップスほどたった144円の831ぐらいがあ、その値になってますんで、まあ、70ピップスぐらいあるわけですから、適当なレンジという風に言えますね。 このぐらいのレンジがあれば、レンジオプションが本当に効きやすいと思いますんで、前回のこの小さなレンジよりはね、良かったんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ1時間の方を見ていきましょうか。オリガルヒの皆様には、相場解説の時にこういうのもあり得るねって話をしたと思いますけども、こういうのもね。今回それが、まあなかったということになります。もしくはこの上昇トレンドを 使っていた方はここでブレイクっていう形でこの下落の波が取れていたと思いますけども私はこのね右肩上がりのこのなんですかねこのトレンドっていうのはそんなに当てにしていなかったんで当然このブレイクは取れていないですよねじゃあちょっと巻き戻してじゃあレンジの考え方に直していきますまあ上底の方はこうやって変わらないんですけども下の方ですよね え現在の価格が1 4 0の040ですけどもこちらのポイントとこちらのポイントを共通なあ下のお反転線としてですねこういうふうに引くと143円のところまで戻ってきちゃうんですよねこういった形で90ピップスぐらいの上下の幅を取ったレンジになるのかなっていうのが今日の見解ですですんで改めてちょっとここでね数字を出しておきたいと思いますけども下の価格が143の925でしょ で、こっから、えっと、上が144の831。こういうふうに再設定して、今日はチャレンジしていこうかなと思いますね。もうちょっと大きくしましょうか。こんな感じですよね。この上下で、うん、やっていこうかと思います。まあ、ただですね、ただ、ただ、ただって言ってもね、ただがいっぱい増えちゃうんですけども、なんと言いますかね、ここを、 さらにに割っって下に行く流れもなななないいいいいわけけででではないんでちょとと警戒しないといけないです確率は少ないですけどね。そして上に飛び出てもまた戻ってきますんで、ここみたいに。そこも考えながらあの、アウトブレイクはちょっと慎重になった方がいいと思いますね。アウトブレイク。どうしてもするんだったら、プロフィットラインを設定してから、要するに、ロスカットラインとテイクプロフィットラインと設定してエントリーをするっていう三位一体でやるべきだと思います、今回は。ブレイクアウトを狙う人はね。でも基本的にはレンジでいいんじゃないですか。 だからこのレンジを取れた人もねまあいるわけですからねオリガルヒの中にはまあまだいないと思いますけどもでもこっからはかなり見えやすくなっていると思いますしばらくはその上昇に向かうんじゃないでしょうかあというのがやっぱりレンジオプションですからこの辺りからエントリーを倍で始めることもできるしこの辺りになるとセルをかけることができるということになるからですね今日はそんなところですかそれではまた追加しますんでよろしくお願いします